平野紫耀の地なる一手ては金プリ脱退劇で注目が集まる。誰にも内緒だから、ね。優うたち、紅白だから。それは4年前ジャニー北川前社長去年87から NHK 紅白歌合戦の出場を告げられた金プリのメンバーに対する言葉だった。彼らは顔を見合わせ、喜びを分かち合いながら大舞台に立つことを心待ちにした。 ジャニー氏に時期そしてデビューを勝ち取った6人にとって、紅白は特別な意味を持つ。ジャニー氏はステージを見て感動し、ジャニーズを代表するグループになると予言した。そして、その予言通り、キンプリは事務所を代表するアイドルグループに成長していった。しかし、11月4日、メンバーの脱退退所が発表され、今年の紅白出場が危ぶまれた。 しかし、5人揃っての出場が決定した。5年連続の出場は早い段階から話し合われました。NHK には2016年末に解散が決まっていたスマップが最後の紅白に出場できなかったという苦い経験があり、何としても金プリには出場してほしいという思いがありました。 キンプリも5人での活動を最後までやり遂げたいという気持ちが強かったようです。NHK 関係者、リーダーの岸優太二十27歳、神宮寺優太二十五25歳、平野ノシ二十25歳の3人がデビュー記念日の前日に脱退することを発表した。平野と神宮寺は同日にジャニーズ事務所を退所し、岸は主演映画公開後の秋に同事務所を去る。 長瀬二23歳、と高橋海人、23歳、は残留し、金プリの看板を守る覚悟を決めた。メンバーが3対二2に割れた唐突な脱退劇は、彼らのファンだけでなく、音楽業界にも衝撃を与えた。10月まで行われていた全国ツアーでも5人は結束力の強さを、見せまだまだ上に行けると公言していました。 テレビでは、平野くんの主演ドラマ、黒詐欺 TBSK と高橋くんが主演する、ボーイフレンド降臨。テレビ朝日系が始まったばかりです。キンプリが歌うそれぞれの主題歌もリリースされる直前の脱退発表は異例であり、関係者の間でも驚きが広がりました。レコード会社関係者、キンプリは、 ポスト嵐として国民的なグループになる道を順調に歩んでいたが何が起きたのだろうか。平野ら3人が挙げた主な理由は方向性の違いだった。騎士は海外で活躍できるグループになるためには現状では到底無理だと感じるようになったと明かしており、退職組3人は海外進出を強く意識していたという。 平野くんはメジャーリーグで活躍する大谷翔平選手に憧れておりデビュー当初からアメリカで活動することを目標に掲げていました。ジャニーさんが亡くなる前までは社長が元気なうちに僕らが海外進出した景色を見せたいとよく話していました。彼にはグループでの活動を続けることへの焦りがありました。 もう遅いと感じたことが決定的な理由だったと言います芸能関係者。長瀬は3人の決断にショックを受けた。11月10日、長瀬は自身のラジオ番組、キングプリンス長瀬角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送で、もう少しやらせてほしかった。と悔しさをにじませた。3人が辞めたいと思っていたこともショックでしたし自分が何をしていたのかと思いました。 嘘でしょと止めたけれど話を聞くうちに3人の意思は非常に固かったんです。彼は3人が相談してから発表までの期間が短かったことやメンバーや事務所が引き止めていたことについても赤裸々に話しました。涙ながらに心境を明かしながら5人での活動を悔いのないように笑顔で過ごしたいとも話していました。 印象的だったのは、昨年3月に金プリを脱退して事務所を辞めた岩橋玄樹くん、25歳の名前を挙げたことです。長瀬くんは岩橋くんを含む6人だった頃の金プリが大好きだったと言い,い、彼らを守ることができなかった、と声を震わせながら話していました。前での芸能関係者、退場するメンバーと残るメンバー、 それぞれの行く末はまだ明確ではありません。しかし残る長瀬と高橋の二人は金プリの看板を守るために覚悟を決めています。彼らの新たな挑戦や金プリの未来に期待が寄せられています。金プリの脱退劇は彼らのファンだけでなく音楽業界全体にも衝撃を与えました。一部のメンバーが脱退することは グループの方向性や活動の継続について大きな問題を投げかけます。しかし、キンプリの人気やファンの支持を考えると、彼らの未来は明るいものであると言えるでしょう。これまでのキンプリの歩みやメンバーたちの努力、そしてファンとの絆は揺るがないものです。彼らはまだ若く、これからも音楽やエンターテイメントの世界で新たな可能性を追求していくでしょう。 ファンや支持者は彼らを応援し未来へと向かう彼らの旅を見守ることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。